it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平が聞くは、新しい教科書を作る会副会長の藤岡信勝先生にお越しいただいてます。藤岡先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。教科書検定が、ねはい、ありまして、はい、先生方が作られている歴史教科書が、うん、一発で、認定おりずと、不合格、ね、不合格ということになったということで、はい、その指摘事由を前回いくつか聞いたんですけれども、うんはい、まあ、どうです感想は。いやいまあ、一言言えばイチャモンとしか受け取れないです。いや、もうイチャモンですね、こじつけ。ね、まあ仮に、うんまあ、あれのうちにね、まあ、1つ2つぐらいはね言われたとしても、うん、あれを全部上げてくると、しかもその数が170となると175全て否定した、信じられない感じがします、うん、はい、どういう頭の構造なのかね、はい、本当にわからないですよ。で今日は、うんまあ、皆さんもおそらくね、なぜかと、なぜかというのを知りたいと思うので、はいはい、あのね、こういうものを渡されるわけですね。それでこの中にですね、この表があって、まあ、投資番号がついて、投資番号がね、ここについて、そして何ページの何行目の何という記述について意見を言うと、そういうふうにして、その根拠はこれは検定基準っていうのが条文がありまして、でそれの根拠が書いてあるわけです、はいね、でこういうものを渡されるわけです。それで一体何個あるかっていうのをですね、見るために一番最後のページの最後の項目を見たら405なんですよ、これ、うん、で405件もあると、はい、あると。でびっくりしましてね、それでどういうこの教科書のですね、合格とか不合格とかいうのを決めるのは、はい、どういうことを基準にしてるかというとですね、はい、この検定件の数なんですよ、はい、で検定件の数がですね、教科書のこの申請図書ですね、はい、これでいうとこれですかな、これのページ数を超えると、はい、作り直しなさいっていう指示が出るわけです、はい、で70日以内に作りなさいと、はい、でそれを超えない場合にはこの検定意見に基づいて部分を修正したね、はい、対象表、こういうふうに提出したけど検定意見がついてこう直しましたというですね、はい、修正表を出すわけですね。なるほど。それで教科書調査官が1番2番3番はいいけど4番まだダメだとか言って突き返すわけで、はい、一部をね、うん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 、でまた直してその繰り返しをして最後の1個まで全部調査官がいいですというまでですね、うんはい、繰り返して最後終わったらじゃあ仮合格ですねということになるわけです、はいうん、であとは正式にはですね、はい、3月末年度末に 教科書検定審議会というところで総会でそれを決めて、うん、でもこれはまあ単なる形式手続きなんですけど、はい、でそれでまあ合否が決まるということになってるわけです、はい、でところがですね、その今言った2区分ですね、つまりこの、修正表を出して部分の修正をしなさいというのと、もうこれ全体をまあ、直す箇所が多いから作り直しなさいというのと2種類分かれましたね、はい、どちらも最終的には合格できるわけです、はい、で私どもですね、自由者になってから、過去何回、検定でですね申請したかと、そしてその時に検定権がいくつついたかというとね、はい、このデータをちょっと持ってきたんですけど、うん、一番最初が平成20年度、はい、2008年度なんですね、はいはい、でこれがね516箇所ついたんですよ、はい、でただね、この516というのは異常に多いんですけど、実はそのまあこれ、新しい、まあ、この出版社に移ったばかりでですね、はい、それでまあ何でしょう、教科書のこう
版を作るですね、はい、ソフトがありますね、うん、でそのソフトが不具合を起こして、はい、構成の最終段階でですね変換ミスを組織的にやっちゃったんです、はい、Ruby なんかなんか全然わけのわかんない Ruby がね振られて、はいはい、Ruby 一つでも全部欠陥箇所でカウントされますからね。ですからこれ膨大にですね数が増えたんですけど、はい、この時も70日以内で作り直して出して合格してるわけです、はい、で2回目はね237箇所でした、はい、これは通常の検定、うんうん、部分修正で終わりました、はい、で3回目が3月357箇所、はい、でこれはやはりページ数を超えたのでね、うん、やはり作り直しました、はい、で、そして今回です、はい、ですから今回はですねまた学習指導量が変わったので、はい、新しい内容が書かなきゃいけないわけです、はい、そうするとそこにですね、まあ、誤植を生じやすいこともあるしケチをつけられやすいということもあるので、はい、うんうん、警戒してですね、はい、現行版のこの記述をなるべく、まあ、生かそうとしたんですね、はいはい、でところがまあ、生かそうとしてだからこの通りのものがこの中にたくさん入ってるわけです、はい、まあ、前回検定通ったものですからね、はい、これで、はいはい、もう一つはですね、はい、構成を徹底してやりました、はい、で25回やったんです、うん、でそれだけやったのでね、まさか前回よりも増えるだろうということは考えられなかったんですね、はい、まあ100台とか200多くて200台とか、はい、そういうふうに想定した、うん、405というのは本当に全く予想しない数だったんですよ、うん、そういう点でね、はいはい、それでですねこの405という数字が何を意味するかというと実は前回の検定と今回の検定の間にですね、はい、制度を変えたんです、はい、それで前回はですね今回の私どもの教科書は314ページあるんですね、はい、ですから検定意見が313個までならば、うん、部分修正で修正表でできるわけです、はいはい、そんなルールがあるんですか、はい、でこれを超えるとですね、はい、さっき言ったように全部作り直してもう一度出す、うん、はい、再申請と言います、はい、まあ、そういうことなんです、はい、ところが新しく決められたルールはですね、うん、再申請して500箇所でも一応取ったわけでしょ、はい、書き直して、はいはいはい、ところがね 1.2 倍を超えると、はい、一発不合格って制度を作ったんです。そういうことか。それで引っ掛けたんです。なるほど。だからこれはルールを変えて、はい、不合格にするために準備してたってことなんです。そういうことですね。で私たちもこういう制度できたと分かってますから、はい、ですからさっき言ったようにね、慎重に現行版をなるべく生かす、はい、構成を徹底してやる2つのことをやったわけです。だからよもやこれに引っかかるとは全く思ってませんでした、はい、ところがですね、今回はこのいわばねギロチンみたいなものを使って必ず罪人の首を切ってやろうと、ね、はい、それで無理しゃりですね、はい、おそらくこの313以下だったと思うんです。実際はね、うんうん、私たちが175反応したらもうこの辺に来ちゃうわけです、はい、ごくごく普通の検定になるわけです、うん、はい、でそれをですね無理しゃり水増ししたと、うん、で水増ししたですね手口がいくつかありまして、はい、でそれはこういう方法を使えばたくさんこの欠陥箇所を作れるっていうですね、はい、うん、手口をこれからね、はい、ご紹介したいと思うんです。なるほど。手口の一つは、はい、世の中で全然行われてもいないルールを勝手に作って、はい、教科書調査官がですよ、はい、勝手に作ってそれを当てはめて、うん、この白拍子の教科書にはですね、はい、おそらく10個近くあったと思います、はい、でまだ精細に検討すれば数がはっきり確定しますけどね、はい、それで数を増やしたわけですね、うん、で今ピラミッドとヘロドソスの歴史という画面が出てるかと思うんですが、はい、うん、で、ピラミッドを作ったのは誰かという古代、このコラムを作りました、はい、でこの中でですねピラミッドを作ったのは実は自由な奴隷だとこう考えられていたんですけど、はい、実はね自由民だったと。それで最近の考古学の発達でねそういうこのピラミッドを作った労働者がね実は家族と住んでいたと、うん、でそのね集団墓地のようなものが見つかったんですよ、はい、そしたら女性もいるし女性が半分いるし、うん、小さい子供の骨も見つかってるわけです、はい、それからねこの働いた人たちがねまあ頭をですね割って手術をした治った跡があるんですよ、はい、奴隷にそんなことしますかね、うん、だからこれは奴隷でないということがね
もう今定説になってきたわけです、はい、でじゃあ奴隷っていう説は誰が作ったのかというと、この東方は非常に抑圧的なこう体制だっていう偏見、ヨーロッパ人も今も持ってるかもしれませんが、はい、そういう偏見のもとを作ったのはね、うん、ヘロドトスという古代ギリシャの歴史家で、あのこれあの歴史というタイトルの本を書いたんですよ、はい、でまあ、今読むと地理に近いような雰囲気の本なんですけど、まあ、歴史っていう本、はい、でこの中でですね、大ピラミッドは10万人の奴隷が20年間働いて作ったもので、クフ王という残忍な王の墓であると書きましたという、まあ、一節があるわけです、はい、でこの時にですね、鍵括弧で、こういう内容のことが書かれていますということで鍵括弧を使ったわけです、うん、でこれがね、生徒が誤解する恐れのある表現だって言うんですけど、はい、じゃあ中身が何か間違ってんのか、中身の間違いじゃないんですよ、はい、これが、歴史という本からの直接引用だと誤解するって言うんですよ、はあ、そんなこと誤解しますかね。まあ趣旨を書いたわけですね。こういうことが歴史という本に書いてありますよ、書いてありますよと。だからそういう紹介ね、長い長い古典なんか、はい、だらだらものすごい長い、はい、だけどそういうものをですね、要するに要旨をまとめるとこういうことだっていう短い言葉に変えて、はい、要旨を書き括弧で紹介するってことは、はい、普通の本で普通に行われていることですよ、はい、教科書だって行われることなんです、うん、何も不思議はないの、はい、でこれできなくなったら新聞記者記事書けなくなっちゃいますからね。そうですね、ええ、はい、全部原文そのまま抜き出さないといけないしたら、ね、A と A となんてのも入ってるわけだしね、はい、だから新聞記者は記事書けなくなっちゃうんですよ、はい、だから新聞記事だって要旨を書いてるわけですからね、はい、発言のですからね、こんなね、世の中に行われてみない勝手なルールをでっち上げて、はい、それでこれを落とすためにこういうのを作ったと、そうとしか思えないですよ、考えられないんですよ、はい、だこんなのはナンセンスと私は言いたい、はい、で次のページはこれがですね、はいはい、同じことがですね、はい、今度は邪馬台国と卑弥呼の話、うん、ね、これもですねアンダーライン引いたところを読んでみますね。魏志倭人伝には鍵括弧、倭の国には邪馬台国という大国があり、30ほどの小国を従え、女王の卑弥呼がこれを治めていた鍵括弧閉じと記されていました、うん、まあ、書いたわけです、はい、これも普通の記述ですよ、はい、そうですね、これがですね誤解する恐れ、魏志倭人伝の忠実な引用であるかのように誤解するって何を言ってますか、はい、うん、これも同じことですよ、はい、でね、これ許せないのはね、先ほどのそのピラミッドの話はね、はい、この新しいバージョンで初めて書いた記事だからなんですけど、うん、これはね実は原稿版にも同じ記述が載ってるんですよ。さっき言ったように原稿版の記述をね、検定取ったやつですよ、はい、でそれをね次示しますよ、はい、原稿版、あ、これがもう、ね、今載ってるやつですね。そこには鍵括弧、我の国には邪馬台国という、大国があり、30ほどの小国を従え、女王の卑弥呼がこれを治めていた鍵括弧閉じと記されていた、はい、全く同じですよこれ、うん、一軸同じこれは合格してるんですよ、はい、それでね、これの検定が行われたのはね5年前です、はい、で教科書調査官がね、ひょっとしたらね、人の交代があったので、はい、新しい考えの教科書調査官の下でやったからこうなったと、これ言い訳にならないですよ、はい、行政の一貫性という観点からするとね、そうです、前回合格したものを不当に今回ね、はい、不合格にの個々のアイテムについてね不合格にするってことはやっちゃいけないことなんですよ、はい、だけどそういう理由を構えるかもしれないと私思いましてね、はい、4人の教科書調査官が並んでこの質問した席で全員のこの、まあ、この現在の職にいた職、はい、の年数を聞いたんですよ、はい、在職年数、はい、で一番長い人は20年、うん、次が8年、一番若い人が5年、はい、と5年前ですから、はい、4人ともこれの検定に参加してるわけですと自分たちが認めた記述をですね、はい、今回自分たちで否定する、はい、こんなことありですか、こんなこと。だから前回は指摘もしてないわけでしょ、その全然指摘してない、うん、だから私はね、これは不正なことが行われたと、はい、はっきり断定してます。いや、そうとしか思えないですよね。次、はい、これ土佐湊と読みます、うん、蝦夷地北海道では、うん、アイヌと呼ばれる人々が狩猟や御猟を行っていましたが、14世紀頃に津軽青森県の
土佐港を拠点にした交易が始まり、鮭、昆布、毛皮などをもたらしましたと書いたのね、はい、でこれもですね、アイヌが土佐港を拠点にして交易を始めたように誤解するって言うんですよ、うん、だけどアイヌは北海道に住んでるんでしょ、はい、で津軽を拠点にしたのはもちろん和人、日本人ですよ、はい、だから誤解する余地なんかないのに、うん、津軽にとの土佐港を拠点にした交易が始まりっていうのは、あの日本人が土佐港を拠点にしてアイヌと交易するようになった、はい、ということであってですね、うん、でそれをですね、誤解する恐れ、アイヌが土佐港を拠点にして交易を始めたように誤解するって、こんなのは曲解ですよ。これ同じような表現、この間僕北海道博物館のアイヌの展示の時見ましたよ、同じような表現ねえ、はい、何の問題もないじゃないですか、うん、で白拍子本でこのことを書いたら、はい、これがペケなんですね、さっきの理由で、はい、で、あの白拍子本のと原稿版ですからね、はいはい、で同じです、同じですね、はい、さらにこれですね、江戸時代の米価がね、うん、2倍を超えなかったって言うんですね、富永先の時も、はい、でこれをですね、同じこと書いたんです、はい、だけど基準の問題、地域差があるとか言ってですね、はい、あのなんかいちゃもんつけてるんですけど、はい、教育って仕事はこうステップのある文化なんですよ、はい、だから最初からね、細かいこと、詳細なことをですね、うん、例外もあるっていうような話をですね、最初からやったらわけわかんなくなっちゃうんですよ。もちろんそうですね。だからまず大雑把にこういうことだと、うん、でもちろん地域によってはそうでないこともあったりね、はい、時代によってはそうでないこともあるとしても、しかし大雑把に言うと、江戸時代の米価はですね、あの米の値段が高くなったといってもですね、まあ、10倍になるとかってことはなくて、はい、2倍ぐらいにとどまっていたと、うん、だからそれだけ安定した社会だったということが分かるわけでしょ、はい、実感として、はい、そういうことが必要なので、ところがですね、こういうまさにこれ重箱の隅をつくケチつけ、はい、で、言ってるわけです。だけどね、これもですね、原稿版で同じこと書いてるんですよ、これね。そうですね。ですからもう全然ですね、うん、話にならないと、はい、もうこれは落とすためにですね、うん、もうシャニムに増やしたというふうに言わざるを得ない、はい、うん、江戸時代の日本式数学、これは前のがだからね、これは原稿版ですけどね、はい、和算と呼ばれる日本式数学は木こりや職人までが楽しみ、うん、しかも世界的水準を超えていた、はい、これも新しいあの版で書いたら、はい、これもペケです。ですからね、はい、もうとにかく自分たちが同じメンバーで一度合格させた記述を、はい、うん、今回不当にもこの欠陥箇所だと言って、はい、それを積み上げていったと、はい、で405まで積み上がったから、このぐらい増やせばもういいだろうということで不合格にしてきたと。しかしね、うん、これ175件の反論のうちね、29個認めればもうあの今年度中に、はい、ね、作り直すことができるわけなんですよ、はい、うんうんうん、だから、わずか29ですから、405全体が全部ダメだと言っているわけじゃないですか。この辺にはね、はい、まあ、誤植とかそういったものも入ってますから。それでね、その検定基準別にね、統計を取ってみたんですよ、はい、でそれとね、これをちょっとこう見てほしいんですけどね、学習指導要領との関係で問題がありますよと指摘が5件です、はい、わずかね、うん、でこれも異論がある部分もあるんですけども、はい、だから資料の信頼性が問題だったのが3件、3件、うん、はい、から著作権関係が問題だったのが2件、はい、で今度は誤り不正確が59件、これちょっと多いんですけど、これも私は異論があるものがたくさんあります、はい、で誤字脱字29件、うん、でこれは一番多くたって 14% ですからね、はい、これどんなに積み上げたって、うん、不合格になるようなオーダーじゃないんですよ、はい、でどこが突出してるかっていうと、3の3って、まあ、言うんですけど、理解しがたい、誤解する恐れ、うん、はい、これがですね292件ですよ。405件のうち292件は理解しがたい、誤解する恐れ、うん、で 72% を占めてます、はいはい。だけど理解、生徒が理解しがたいとか、生徒が誤解する恐れというけども、それ生徒に本当に聞いてみたんですかと。
そんなこと何もやってないですよ。やってないですよね。教科書調査官は、はい、それぞれの専門分野の研究をしてきた人で、はい、学校の現場なんて知らないわけですよ。知らないでしょうね。ね、うん、だからね、生徒が誤解する恐れなんて、ただ教科書調査官がそう思ったっていうだけの話なんですよ、はい。根拠も何もないんですよ。主観的な話ですよね。そうそうそう。だからね、今後ね、検定制度を根本的にね、改めなきゃいけない。はい、で、それにはですね、こういう主観的なね、この教科書調査官の趣味やですね、うん、思想やね、はい、思い込みが入るようなですね、うん、項目はですね、やめたらいいというふうに私は思いますね、はい、うん。そしてとにかくこれは不正なことなので、はい、検定期間中に公表したのはですね、うん、規則に反するっていうことをね、はい、文部省は言ってきたんですよ、うん。冗談ではないと。私どもの検定はね、昨年の12月25日に終わってんです、はい。そしてこういうふうに精査したら、これ明らかに不正行為が行われたので、うん、でこれは憲法15条にですね、すべ、はい、て公務員は全体の奉仕者である、はい、あって、うん、部分の奉仕者ではないって書いてあるんですよ、はい。だから特定の教科書会社を意向引きすることも汚職だし、はいはい、特定の教科書会社を不当に落とすこともこれは汚職、はいはい、不正行為なんですね。そうです。職権乱用なんですよ、はい。だから私は教科書調査官処分してもらいたいとかね、はい、懲戒解雇してもらいたいと、はい、うん。そしてもし異論があるならばですね、はい、公開の討論場に出てきて私たちと討論してくださいと、うん、はい、いうことを申し入れようと思ってるんです、うん、はいはい。それから国会で調査委員会を作ってですね、はい、私たちの訴えが正しいのか、うん、文部省の言うことが正しいのか、はい、これをですね、うん、徹底的に調査してもらいたいと、はい、いうことでね、うん、これは文部省の犯したまあ、一大スキャンダルだと思います、はい、うん。でこれを正しく処理できなければですね、まさに今の現政権のですね、はい、もう家内の傾聴が問われるというかね、うん、そういうものだというふうに私は思ってますね、はい、うん。ですからまあなんとか皆さんですね、このひどさをまあぜひぜひ関心を持ってまあ理解していただきたい。で4月に入ったらですね、検定結果全部発表されますから、その時期に合わせて、はい、これをですね、市販しようと思ってます、はい、市販本でね、はい、出して、皆さん手に入る、うん。それからこの検定意見の方はですね、はい、インターネットその他に全部公表する、はい。それからさらにこの今回一部分的にですね、まあ、不当な箇所だとしたそういうものを集めて一冊の本にして出版しようというふうに考えております、はい、うん。まあ、そんなことでですね、うん、これは何としても正さないと、こんな馬鹿げたひどいことが通ればですね、はい、日本の教科書は永久に良くなりませんからね、うん。ですからこれはむしろねですね、これを改革する一つのチャンスと捉えて取り組んでまいりたいというふうに思っている次第でございます、うん、はい、わかりました。いや詳しいな、ね、私も結果だけは聞いてましたけども、うん、はいはいはい、どういうことかって、ね、細かいこと聞いてすごくわかりましたし、普通はね405問欠陥箇所指摘されたらね、よほどずさんなひどい間違いをしてるんだろうと思うはずです、はい。でも普通の人は思うんです、ね、さっきのこのね資料がいいですよね、うん、そうです、こうね、理解しがたい誤解する恐れが7割ですよ、うん、でその内容についてはさっき言ったような、全部誤解する恐れ、うん、理解しがたいになるということですよね、はい、そしたらいくらでもこれで弾くことができてしまうと、恣意的にね。そうです。しかも恐ろしいことに検定する方は変わってないということは、 その方々に指示を出した人間が必ずいるということです、うん、私はそう思いますね。黒幕がいると思います。私もそういうふうに考えますよね、うん。このね、うん、この新しい歴史教科書を最初に作った時にですね、はい、野田栄次郎事件というのがあったんですよ、はい、外務省からね、はい、外務省枠というのが2人いて、うん、検定審議会の委員に選ばれてるわけ、はいはい。そして、彼はインド大使を務めたんだけれども、うんうん、極左のね、はい、グループの新聞に投稿するような人物なんですよ、はい、うんうん。安保条約廃棄しろなんて言ってる人、はい。でこの人がですね、これはとんでもない教科書だと言ってですね、はい、それであちこちにですね、委員の間をですね、うん、メールを送ったり手紙書いたり電話をしたりしてですね、はい、不合格工作をしたんですよ、うん。でそれが露見してですね、その人はもう配置転換になりましたけどね、はいはい、今回もそういう人物がいるに違いないと思います、うんうん。それで俺が責任持つからですね、うん、これは絶対落とせという指示をしてね、はい、うん、教科書調査官にやらした人物が、はい、私は間違いなくいると思いますね、うん。まあそうしか分かりませんね、はい、うん。でもこれは本当にね、皆さん教科書検定って小さい話だと思われるかもしれませんけど、はいはい、先生が最後におっしゃったね、まあ、ある意味もう公務員の恣意的なね、はい、
不正行為なわけですよ。です、はい、ってなるとこれ日本の官僚機関がね、うん、一体もうどうなってるのかという、本当に氷山の一角をかなり赤裸々にね示したものですから、これあの一つの事例ですけど、ね、これ追及していって、うん、これ日本の官僚はね、うん、これ日本人をこう例えば歴史をね、うん、あの先生方はこう、うん、あの日本の子どもたちに日本を好きになってもらいたい、うん、ね、アイデンティティを高めて誇り持ってもらいたいという思いで作ってらっしゃるじゃないですか、うん、もちろんそうですね。それはやらせるなというふうに、うん、そう思ってる人たちが官僚の中に、全部じゃないですよ、もちろんごめんなさいね、官僚の方全部を言ってるんじゃなくて、そういう人たちが中枢に入り込んで、で真面目な官僚の方々をコントロールしたり検定官をコントロールしてる、そういう構図があるかもしれないっていう仮説が成り立つわけですよね。もう十分成り立ちますね。でそれに政治家も転がされてるし、でそれを例えば指摘する政治家もいるでしょう、おそらく国会でも取り上げてくださる方いるでしょう、はい、けどもしそれを追及しきれないということは、うん、もう国会議員の中にもそれを抑え込もうとする人たちがいるということが明らかになるので、はいはい、僕は先生方ね、一生懸命教科書を作られた先生方にはすごく失礼な方もしませんけど、本当にものすごい苦労して作ってるんですからね。ですよね。けどこれが一つね端緒になって、この問題をみんなが知ってくれることによって、はいはい、大きな日本の問題がですね、はい、その通りですね、明らかになるかもしれませんので、うん、ぜひこの問題ね、私も先生の方からご提案いただいて、はい、詳しい説明いただいたので、またあの仲間と一緒にですね、はい、どんどんみんなにですね、ありがとうございます、知っていただいて、このね日本の教育の、はい、まあ、僕は闇と言っていいと思うんですけど、闇ですね、はい、闇をですね追求していきたいなというふうに思います、うん、はい、本当に政治の力で変えるしかないですからね。そうですね、はい、いや私たちもね、うん、今度4月に政党を作ると、うん、そうですか、いうことを言ってますんで、でもそこのですね項目の一つに文部科学省を解体しようじゃないかと、うん、まあそのぐらい言いたいところですよ ね、はい、NHK をぶっ壊す前にもっとやらないといけないことがあるんじゃないかと、はい、いうことがありまして、いや結局もう今ね、うん、日本で教育受けたくないから海外に移住するっていう人たちがいるぐらいなんですよ、ね、本当に。だからね、そういうこともこういうのを聞けばですね、うん、やむを得ないかなというふうになるんですけど、うん、まあ、それではあまりにも日本人たち悲しいので、はい、やっぱり日本のね公教育を信頼して受けれるようなものを、はい、やっぱり政治も我々民間もですね、うん、連携して作っていくということで、はい、まあこれは本当に一つのテーマですけど、うん、大きなね、はい、問題に根っこがあるかというふうに思いますので、ぜひ引き続き発信をよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。